こんにちは、セイナとナナです。セイナも JK ママだったんですけど、今回は新たな JK ママをお呼びしてます。キラ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 こんばんは、こんにちは、こんにちは、JK ママでーす。はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。ヘアです。サイメイです。お願いします。まあ JK じゃないけど今日はララちゃんのママになるということで、本物のママには勝てるわけがないんだけれども、そりゃそうよ。まあ私たちも将来ママになるかもしれない可能性があるので、はい、ママ度合いどのくらいみんなあるか、ちょっとセイナママに決めてもらおうかなって思います。イエーイイエーイ。クレマグさんたちは、うん、2歳の子とか触れ合う機会ありますか？普段ないの。ないの。でもハトコとかまだちっちゃいから会えばそういう機会あるけど、やっぱ地元に帰んないと会えないから あんまりないね。正月とかそういう集まる時だね。そう、めっちゃ会えないんだよね。親戚にもいなくて、ちっちゃい子が、そうなんだ。全く。じゃあ緊張しません？ちょっとなんかちっちゃい子どう接していいか分かんない。そうそうそう。こっちが人見知りみたいになってるか。逆に。それでは早速一人3分ずつナナと遊んでもらいます。イエーイ。一応せいなんちからおもちゃをね持ってきたんで、それを使って遊んでもらいます。慣れしんだね。頑張ろう。おもちゃだったら、ね、あっちかわいいね。お前まだ始まってないの。ということでよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。ではまず私からいきたいと思います。ちょっと私子供がちょっとあんまり慣れてなくて緊張するんですけど、頑張っていきたいと思います。よーい、スタート。動いた。始まりました。あさみさん、あさみ選手。あ、これどうやって走らせるの？2歳児にちゃんと日本語を使って喋っています。どう心を掴んでいくんでしょうかね。あ、すごい。結構集中してます。遊びですか？はい。あ、卵焼き。これはこれなんだ。ミサイジにハンバーグを言わせようとしたら、ハンバーグ。英才教育って感じですか？これは？うん。あ、正解。なんかピンポン玉に見えてきた。ピンポン玉じゃないのそれ？違う。それ多分みかん。これ好き？一人で遊んでくれてると楽？めっちゃ楽です。なんかおもちゃとかあると。アンパンマンが一番好き？アンパンマン一番好き。あ、そうなの。圧倒的。これ結構有利かもしれない。ありがとう。かわいい。じゃあ、半分でも結構めっちゃ心開いてるんで。おー、どれ食べたい？ちょうだい。あ、ありがとう。ご飯とかも自分で作ってんだよね。ご飯自分で作ってます。かわいすぎて。絵を見てる。あと5秒です。5、4、3、2、1、ビビー、終了です。3分早いね。でもやばい、すごいです。ララも心開いてるし、なんかめっちゃ遊んでた普通に。嬉しい。やった、ありがとうね、ララちゃん。私は一番子供好きだと思ってるので、もうちょっと仲良くなれたらなって思います。目が合いません。いきます。よーい、チロンチロンチロン。いっぱい飛んでくる、いっぱい飛んでくる。ポン。大丈夫そうですか？うん。ちょっとね、さっきよりかは緊張ほぐれたんじゃないかなと思います。投げろって。ポンポンポン。保育園の先生っぽい、こんな距離があって。うん。確かに。あ、ポンしろって。はい。ウランさん23歳までには結婚したいって言ってたんですけど、今24歳。はい。まず相手から探すとこ。相手。あ、楽しそう。もういいもん、アンパンマンになるもん。あ、アンパンマン、アンパンマン、とってもアンパンマン。これはこれはウランさん負けですね。あ、かぶってみ、かぶってみ。ララタン、かぶって。これやっぱ挟みたいんでしょ。間にね、間にママを挟みたい。もう呼んじゃうから、ウランちゃん、こっちの方。うわぁ、挨拶モード。3、2、1、終了です。お疲れ様です。
らちゃんお疲れ様です。なんかちょっと心をつかめなかったみたいです。私でも最初の方すぐ遊んでたじゃないですか。これ開き済み。開き済み、開き済み、開き済みなんで。なるほどなるほど、ありがとう。はい、私結構精神年齢3歳って言われてるんですけれども、一緒に楽しく私も本気で遊べるんじゃないかなって思っております。浦さんはですね距離があったんですけれども、私から見ていて、でも私は距離詰め詰めの方でいきたいと思います。詰め詰めの方で頑張ります。じゃあスタートします。あ、スタート。ゴロ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 、開けた。教育には悪いかもしれない。サッカーサッカー、ほい。すごい、ちゃんと止めてから開けるね。うまい、優秀かもしれません。ほい。おー、いいよ。楽しそう。おハンドハンド、お寝返しの10。ハンドハンド、ゴロゴロゴロ。皆さんは同じ精神年齢になろうと心がけていますね。難易度すごい、2個持ちで。そう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 、いいんじゃないの、いいんじゃないの。うちの方が面白いね。でも子供って何が面白いんだろうっていう行動を続けたりする。なんか間違いない。意味わからない。永遠にやりたかったりするもん。これがその図ですね。興味がこっちに。じゃあ全部読んでみよう。出かけるときはできます。お、これ見る？見たい？ドキンちゃんが好き？うん、ん？こんなにって、こんなに終了です。あー、ありがとうございます。終了です。思ったより懐いてくれた。もう自信満々。なんか見てても楽しそうだったよ。本当？うん、私は今すぐにでも帰りたい。もうちょっと仲良くなりたかったんですけど、うん、子供好きからすると100回みたいな。なので、まあ終わったらすぐ帰ります。あ、私は一緒に遊んでても私もすごい楽しかったし、ララちゃんもすごい楽しかったから、お互い高め合える存在にこれからなれる。同じレベルぐらいで考えてる、はいはい、いいと思います。ありがとうございます。どうでした、せいのまま。でも思ったよりみんな同じぐらい懐いてたんで、ララちゃん的に懐いてるなみたいな。懐いてるのだけを見たら、はい、3人かもしれない。うわー、やった。やっぱ黒髪が人気ってこと。まあ髪色だよね。うちママになるときはマジ黒髪にする。こんな髪の毛でママにはなれない。一回じゃ坊主にした。一回坊主にしてちゃんと自分の毛で黒髪にする。それの方がいい。そうしよう。はい、とりあえず3分遊んでもらったんですけど、性能的に一番ママっぽいなって思ったのはあさみさんでした。ありがとう。うちらからしたら意外でしかないね。確かにそうだね。ウランの方がママっぽいとか子供好きなのに。まあでもこう自分からこう行かないからじゃない。ああ、そう、子供に対してあっちから来るのを待ってるから、子供のペースに合わせられるの。じゃあ次はそれでも、うちも黙っとくよ。とりあえず黙っとく。ということで3人のママさん、ありがとうございました。ありがとうございました。クレマグさんの方のチャンネルで今度はナナが誰が一番好きかっていうのを決めてもらうので、ぜひ見てください。頑張ります。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。